どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は数秘術からなる運気の調べ方をお教えしたいと思います。では参りましょう。どうぞ。始まるライブショー、時にワイルド、かつマイルド、君の心にサクッと入り込む、探る見透かす力は倍増。西洋先生陣、それから数秘人からタロットアニマルフォーチュンテリングサミナチェッキー、さあ始めようか、ひでまろチャンネル。はい、ということで、何それっていう話じゃないですか。これね、誰でも簡単に今自分たちがどんなステージに立ってるかっていうのをね、調べられることができるんですよ。で、今日はライフパスナンバーとはそういうのはね、使わずに簡単です。誰でも調べられます。今年2022年と自分の生まれた月日を足すだけで調べられることができるんですよ。これが1から9番まであるので、1から9のそれぞれのステージっていうのがね、出るんですよ。なので調べていただければね、めちゃくちゃ楽しく計算できるんではないかなと思います。で、今日は僕を例題に出させていただくんですけど、まあ2022足す、僕の場合は12月20日、これを全部足すと11っていう番号が出ます。11って2桁なので、このね、11を1足す1にしてください。他にもね、12とか13とかなる人は間を足して、で、今年は僕にとっては2番のステージをやれば、こういう風に学んでいけばスムーズに暮らしていくことというか、人生の流れによってこんな風に導いてますよっていうのが出るんですよ。ということで、皆さんね、それぞれ出していただいたと思うので、今から1から9のステージを解説していきたいと思います。まず1になった方は、今年は種まき周期になります。新しい土俵の上で種をまいて、自分の可能性を成長させる準備をする時ですよっていう形ですね。今までのやり方とは違ったやり方で、新しい自分を見出していくっていう周期になります。では次、2です。2は需要の周期になります。1をやって次は2じゃないですか。なので1から2の人っていうのは、種をまいて次はケアをしていくっていう周期になるんですよね。お花だったらこうお水とか適度ななんか肥料とかね、与えながら自分のことをケアしていく。そして1をやったことをこうゆっくりとね、花が咲くように勉強とかね、育てるようなイメージになります。次は3です。3は創造性の周期になります。花が咲いてエネルギーが活性化する周期です。恋愛にも自分がびっくりするぐらい意外なね、自分に変化を気づける周期になります。そしてこの数年間を振り返った時に、やっとここまで来たかとか、これからも頑張ろうだとかね、そういう気持ちが心の奥底から湧き上がってくる周期になります。一言で言うなら、人生を楽しんでる周期に入ってるっていうことなんですよね。でも種をまいてないと、それにはね、今一つ気づくことは難しい周期になるんではないかなと思います。楽しいっていう気持ちがそのエネルギーの活性化につながる。そしていろんなことに関心が深まりますよっていう周期になります。では次、4です。4は安定の周期になります。花に根がついてエネルギーが落ち着くようなイメージです。この周期には、あなたがどんなに外側の保障っていうものを手放して、内側内面に安定を持たせられるか試されている時期になってるかもしれません。内面がくつろぐためには、何であれあるがままの現実を、これはこれなんだっていうね、受け入れることが
大きな鍵となります。そしてあなたはその準備ができてます。今こそ外側ではなく内面のくつろぎっていうスペースに対してゆっくりとフォーカスしていく周期になります。では次、5っていう番号が出た人っていうのが変化の周期になります。新たな冒険に踏み出して変化を生み出しましょうっていう周期ですね。1から9の間の真ん中、5でございます。これまでの4年間のことからこれからの4年間にかけての中間地点です。今までのやり方とは通用せず新しい選択肢が必要になってくる時です。そのため小さなものからポツポツと変化が出てくると思われます。4で固着した何かがブレイクスルーする時なんですよね。5番っていうのはこの周期っていうのは落ち着かない気持ちで日々を過ごしていくっていうようなイメージになります。まあ、なんて言うんですかね、変化がこう自分にもうすぐやってきますよっていう前兆みたいな周期になります。なのである状況に不安を抱いててもあなたは決して自由になれるっていうことは厳しいかもしれません。その不安や恐れっていうのに向き合ってこそあなたは本当の自由っていうのを手に入れられるのです。思い切って飛び込んでみたりすると意外とね、自在性だったり思い切って飛び込んでみるっていう勇気だったり、5っていうのは転換期っていうイメージをしてもらえるとイメージしやすいかなと思います。やり方を変えて自分もチェンジっていうような意味ですね。まあそんな表現ですかね。変化するっていうのはまあ怖いことなんですけど一緒だよっていうことですね。では6が出たあなた、愛の周期になります。愛を与えて関係性が生まれますよっていうような周期になります。恋人とか新しい関係などではなくても様々な方面で愛が生まれるっていうようなイメージですかね。愛ゆえの別れとかっていうこともあるかもしれません。例えばあなたが自分の気持ちに正直ではない恋愛をしていたとしたらですよ、お互いがより深いところを見ようとしていたりだとか、より今の関係性より成長したいなと考えてる時に別れっていうのが起きてきたりするかもしれませんっていうことですね。他には全く新しい出会いっていうのもあるかもしれませんよ。重要な点はあなたが自分の心に正直でいることっていうところがテーマになります。自分の心に正直に責任を取るっていうことを忘れない限りその出会いっていうのは必ず起こりますっていうような6っていう数字ですね。では7っていう数字を出たあなた、一人の豊かさの周期になります。まあ、エネルギーがね、内面というか内側に向かって貯蔵されるっていうイメージですかね。いろんな関係性から一旦身を引いて一人を満喫したいなっていう感情が出てくる時です。そういう状態でいることで否定的になるっていうのは必要はないんですよね。6の周期で多かれ少なかれ外に向けていたエネルギーっていうのを内側に向いてきてるっていうだけのことなんですよ。全然自然なことですよ。内面の深みに降りていけばいくほど無意識の中に気づきっていうのが見つかる時期になる周期ですよっていうことです。外側にあるものっていうのは今の自分の内側を映し出す鏡ですよっていうような感じですかね。お互いがそれぞれ自分のペースを大切にして、お互いがもし恋人とかね、友達だとかパートナーがいる方っていうのはお互いがお互いに無理をしてまで相手のことをやらなくてもいいですよっていう周期なんですよ。そうしないと共倒れになっちゃいますよっていう周期です。時間的にも空間的にも一人でいるっていうことが7の特徴になります。なので
一人の空間っていうのを尊重しましょう。では8が出たあなた、力の周期になります。もう溜まったエネルギーが発展するっていうイメージになります。この周期は何かとパワフルです。それを楽しいなって思っている方はね、すっごくね幸いですね。体のエクササイズとか食事だとか健康面だとかね、そういうのを大事にしながら、よしやるぞっていうようなエネルギーを発展させていかないといけない周期なんですよ。それからこうエネルギーだとか金銭とかね、そういうのに関わる問題にぶつかる周期でもあるんですけど、自分にいい感情を持っている限りはその物事がうまく前進運んでいきますよっていうような暗示の周期になります。あなたがもし攻撃的な方に回っていたとしたら、もっと力のある人と直面させられるでしょうし、反対に消極的でいたら自分を弱者や犠牲者などを犠牲者のようにしてしまっているかもしれません。もっと言うと、そういうところに目を向けさせる8の周期になるでしょう。だからこそ自分のエネルギーをうまくね運ぶように頑張ってほしい周期8っていうのがそういう周期になります。では9です。9は完成の周期になります。イメージ的には一つのサイクルが終わって新しい発展の準備を迎えるっていう周期になります。なのでここまで頑張ってきたっていう努力が評価されるっていう周期なんですよ。9っていうのはね、これ以上何かをどうこうするっていう必要性も全くなくて、9っていうのには人生の流れに明け渡すっていうような大きな課題っていうのがあるんですよね。この9年間の間に何であれ手にしたものをそんなに簡単には手放せなかったり、この実りっていうのをこのままの状態にしておきたいっていう衝動が来るかもしれませんけれども、人生っていうのは延々とね続いていく旅なんですよ。一つのことが完成したら次に何かが始まるスペースが作られる、まあ、周期というか繰り返しなんですよね。9の周期を大掃除って表現する人もいるぐらいなんですけど、文字通り古いものを片付けて新しいもののための空間を用意することが求められてますよっていうことなんですよね。これまでは有効だったけど、もはやもう必要なくなったものに対してはありがとうって伝えて愛を持ってさよならっていう時なんですよ。そしてまた次なる未知の世界へと新たな一歩を踏み出すために9っていうのは完成の周期、そして次にまた進む新しい周期とも言えるんですよね。まあ、タロットでいうところのワールドからプールに戻るっていうようなイメージになります。はい、ということで、まあ、ちょっとねしっかり伝えようって思って顔がねちょっとマジな顔になってお送りしちゃったんですけど、どうですか、こういうね人生の周期1から9っていうね数比ずつの出し方をやってみました。ぜひねよかったら友達だとか家族とかね見ていただければ、またちょっとこれはこれで面白いのかなと思います。はい、ということで最後僕の個人鑑定をやっております。ぜひまだ受けてないよっていう方はね、受けてよ欲しいです。自分のね今世のテーマ、まあ重要なテーマってなんだろうなとかね、いろいろ出てくるんですよ、星を読むとね。で意外な、あ自分にはこういう才能があったんだとかね、気づきにもなるとは思うので、いやてかね、いろんな可能性を占いで引き出してほしいなと思って、はい、ぜひ、お待ちしております。ということでまた更新いたします。ありがとうございます。